あなたは、ここの問題を解くことができますか mn は互いに異なる自然数とする。m 分の n プラス n 分の m は自然数にはならないことを証明せよ。 それでは、問題を解いていきましょう。M と N の最大公約数を D と置くと M=DAN=DB と表されますただし AB は互いに素な自然数で A="B" ノットイコール B とします式に代入するとこのようになり通分して約分すると AB 分の A+B 乗プラス B 乗となります これが自然数にはならないことを証明していきます。入り法で証明していきます。AB 分の A2 乗プラス B2 乗は自然数と仮定します。すると AB は A2 乗プラス B2 乗の約数となります。左の式の縦棒の記号は約数であることを意味します。すると A は A2 乗プラス B2 乗の約数であり、A2 乗は A A で割り切れるので B 乗も A で割割りりり切切れれるるの B2 乗もことになります。今 AB は互いに素な自然数なので A イコール1となりますそして B も A2 乗プラス B2 乗の約数であり B2 乗は B で割り切れるので A2 乗も B で割り切れることになります今、A、B は 互いに素な自然数なので、B イコール1となります。これは A、A ノットイコール B であることと矛盾します。以上で、M 分の N プラス N 分の M は自然数ではないことが証明できました。以上で完成です。お疲れ様でした。